SDGs。 それは未来を笑顔にするための世界共通の目標です。 SDGs プロジェクトです。わさび醤油で使わなくなった給食食器を無料配布しております。ありがとうございます。より3枚までです。ぜひ見ていってください。先月29日に開幕したはさみ町のはさみ陶器祭りです。中学生たちが配っているのは町内の小中学校で使われていたはさみ焼きの給食用食器です。割れ日課という一般的な陶磁器と比べておよそ3倍の強度を持ち割れにくいという食器です。およそ3年ごとにデザインが一新されるため役目を終えた食器の取り扱いが課題でした。給食センターにたくさん余ってるっていうことだったので、それはもったいないっていうことで陶器市の時に無料配布をしようということで、波佐見中学校の SDGs 活動の一環として使われなくなった食器およそ6000枚を配りました。不要品をなくすために、はい、協力をできればと思っていただきました。素晴らしい取り組みだと思います。可愛い食器で割りにくいって言われたので、すごいなんか無料でいただいて申し訳ないけどサラダを入れたりちょっとスープを入れられる皿だったので、はい、使わせていただこうと思ってます。波佐見町では地場産業である焼き物を食のマナー向上につなげようと2000年に全ての給食用の食器が波佐見焼きになっています。自分たちが日頃から使っている食器が皆さんにも使っていただけるのでとっても嬉しいです。この波佐見焼きがこういった取り組みでもっと全国に広まっていったら嬉しいなと思います。およそ100人の生徒たちが無料の配布を行っていて、ブースでは能登半島地震への義援金も集められました。未来を笑顔にするためにフォーザフューチャースマイル。